ばんは。こんばんは。何それ、来てごらん。来てごらん。ほら、うつろ。大丈夫よ。ここに来てごらん。カイト、おいで。なかなかね、こう、あれだね、うん、なんだろうね。じゃあ、うたおいで。うた、うた、なに、うた、あれ、あ、今日みんな機嫌悪いのかな、これ。よいしょ、歌だよね。これ見て、鱗インコってさ、ここが鱗みたいだから鱗インコって言うんだっけかな。でほら、ここハートマークみたいの見て、これかわいいっしょ。これ歌ちゃんのお腹はハートマークだよね。鳥ってね、なんか足とか体温がね高めなんだよね、多分ね、確かね。で、その体温がさ、この足でこう感じるでしょ。あったかいのよ、こうあったかいので、寒くなるとやっぱり足も冷たいんですね。でね、くちばしもね、あっつく飛び回ってさ、こう運動とかしたりするとくちばしもね熱くなるのね。で、体冷えてくるとね、くちばしも冷たくなってね、うれきたよって、ほらほら臨戦態勢だもん、ほら。大丈夫だよ、ね。書いて歌に優しくしてね。で、ほら、この色見て。複雑な色してるんだよ、実は、ほら。ね、ね。歌、はーい、はーい。はーいってできる？はーい、はーい。やつあげよっか、入ってきたからね。インコも喋るんだけど、カイトほどははっきり喋れないけどね、喋れるんです。で、なんでね、この鳥、まあ、喋る鳥と喋らない鳥がいるけど、舌の形がね、舌の形が人間と近いんだそうです。だからこう複雑な発音とかね、できるっていうことみたいですね。この舌がさ、こう太いっていうか、犬とか猫とかこう平べったいでしょ、じゃなくて鳥はこう人間の舌みたいにこう厚くなってるから喋れる。豆知識知ってた？ね。
もうちょっと下がるとカイト見えるんじゃないか、ほら。本当はね、この頭に乗せるのはね、なんだろう、良くないっていうか、調子に乗るから良くないってことなのかな。マキちゃん。はい。マキちゃんって言ったでしょ。結構はっきり喋れるでしょう。良くないの先なんでか読んでないから、まあ良くないってことなんだけど、多分ね、その自分が優位に立つっていう風に思わせちゃうから、良くないのかなって想像する。痛い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 。ね、こうやってほら、当たり紙っていうか、こう八つ当たり紙するの。もうすでにさっきね、歌に噛まれてるから。で、カイトなんか今、足熱いよ。で、こうがっちり、がっちり掴むじゃん。このなんかほら。だからさ、もう歌、部屋に、自分の部屋に入ってっちゃったけどさ、こう、こうね、食い込んでんの、ほら。見える？食い込んでて、でもこの傷になったりしてるんだけど、私はね、私はもういいやと思って、ちょっと気持ち悪い手になってるんだけど、まあ、傷でね、気持ち悪いっていうか、こう なんていうこう、なんかこう、こう傷っていう感じじゃなくて、こうなんかね、このね、こっちの方がね、あれなんだけど、このほら下見える、下ほら下見える、ほらこの下で、このほら見えた、この下が、このほらほらほら、この下が人間と近いからはっきり発音できるんだってね。え、あとはね、カイトはこう全部伸ばしてるんだけど、この風切り羽っていうのをこうカットする子もいるんですよね。そうするとそのほら遠くに飛んでっていなくなっちゃうことがこう少ないとかさ、飛んでっちゃっていうことを防ぐっていうことなんだけど、まあほらハーネスとかさハーネスとかね、ハーネスとかカイト大嫌いだけど大嫌いっていうかね、私の付け方がね、ヘタピンだからなんですけど、とか、あとそのなんだろう、ちゃんと飼い主と鳥がこう離れないような工夫をしてれば大丈夫だし、あのどうしてもたくさんこう運動とかってね、私仕事してるからこう留守番も あるので、こう部屋の中でね飛んだりして運動になればいいかなと思って、こう伸ばしてる、ごめんごめん、伸ばしてるんだけど、あとこれどうなんだろう、これ本当かなと思うんだけど、飛べないと鳥的にそのね、なんかね、自尊心が低くなるっていう説もあるんよね。その飛べない自分は自信がないみたいな感じかな。だからっていうか、まああんまりそれは考えてないんだけど、こっち的には。だけどなんか飛ぶ姿が、カイトの場合はね、飛ぶのが好きみたいだから、こうね、カットするのはやめたんですね。前は切ってたんですけど、
こういうほらなんかちょっと見る人によっては怖いでしょ。この瞳もさ、この黒い瞳も興味があるものが来たりするとキューってちっちゃくなるし、キューってちっちゃくなったりとかして、あとこうパーってパーって黒目がこう大きくなったりとか、それでなんかこう機嫌とか感情とかそういうのも分かったりとかするしますね。ね、あとカイトは今2歳なんだけど、まあ寿命がほら50年とかだと全然まだ子供の類だし、反抗期もあるって、そんなに、結構字が強い感じがして、カイトはから嫌なものは嫌みたいな感じが結構ある子なんだけど、でもまだまだ子供でしょ、50歳とかから見たら2歳とかだから、今後どういう風な感じになっていくのかなっても思う。好奇心はね強いかもね、ヨウムとかは。お、怖がりだけど、一般的にねヨウムは怖がりっぽいです。慣れちゃえば全然だけど、初めて見るものとかと、それね、でもね鳥全般っぽい。あと地震とか雷とかですごい怖がっちゃって、怖くて羽が抜ける時もあったりとかもするみたいなんだけど、カイトはね地震とかね雷とか平気な方かなね。こうやってね、甘えたりもするし、ほら。ほら。こうやってね、このくちばしをね、こうやって撫でられるのもね、好きみたいなんだよね。このほうってね、いるでしょ。ここもやっぱりね、今あったかいね。さっきパタパタって飛んだからだし、足も熱いし、熱いね。やっぱり飛んだ後ね、ハーハー言う。だからあの渡り鳥とかすごいなと思って、ちょこっとこのなんかパタパタって一周二周とかしたぐらいで結構ハーハー言うのに、まあ、野生とね、飼われてる鳥は全然違うと思うけど。な感じで、 あとほら5歳の知能、人間のね5歳の知能と2歳の感情を持つっていうことらしいのようで、ヨウムのアレックスって世界で一番有名なヨウムってすごいヨウムがいて、なんとか博士っていう女性の博士、なんか動物行動学者だったかなが飼ってたヨウムのアレックスで、そこでその人間と対話、言葉を使った対話ができるって。で、鳥って最近分かったことを、最近だからここ数年、十数年分かんないけど、まあ近年だよね、分かったことっていうのが、その鳥同士、その鳥の鳴き声でちゃんとその会話っていうか、何を伝えたいかっていうのをちゃんと伝えてて、それは人間には分かんないでしょ、鳴き声だから。でも
解明されてきてて、例えばシジュウカラっていう鳥いるじゃん、それのシジュウカラのこういう鳴き声は蛇が来るから気をつけろとかだったりとか、こういう鳴き声はこっち来い、面白いものがあるぞみたいな感じだったりとかっていう風な感じでね、なんかいろいろね、解明されてきてるみたいで、でこういうさ、喋る人間の言葉をさ、こうやって喋るのはヨウムは真似てるだけ、まあ真似てるだけっていうのも結構あるんだけど、だけどだんだんね、そのそれがその言葉がどういう、なんとなくね、どういう意味を持ってどう返せばそれ望む何かが得られるとかさ、そういうか、まあ、結局その人間と人間の言葉を使ったコミュニケーションができるっていうふうに言われている鳥で、だからすごいなと思って、そのまあ、ヨウムがね、その例えば私だったら私とこのカイトがねコミュニケーションを取りたいと思ってくれることが前提なんだけど、そうするとその一生懸命さ、こっちが話していることのその状況っていうのをこの子なりに観察して、でその状況に合わせた言葉を習得していくって、まあこっちが話してない言葉は習得しないんだけど、話しかけてる言葉の中でこうヒットするものがあったりすると、それをこうちゃんとね使いこなしていくっていうねことを見たいで、すごいなと思って。でもね、2歳の感情はね結構ねややこしい、もうしっちゃかめっちゃか、まあ可愛いけどっていうことで、にわか豆知識も加わった、鳥の豆知識でした。てか、ヨウムか鳥か、ウロコ、ウロコってウロコインコのことだからね、ヨウムとウロコととか書いてるけど、じゃあこれ歌だよ、マキーっつって、マキちゃんだったんだけど、マキーってね呼び捨てにした、はい、呼び捨てにするときがね結構出てきたの。なんで？マキちゃんだよ。チュンチュンチュン、マキちゃん、マキちゃん、呼び捨てました。じゃあまたねー。